城下町、西菊仁木田独歩館城下町、西菊仁木田独歩館は、大分県佐伯市にある、国木田独歩の記念館。2003年に開館した。国木田独歩は、1893年10月から、翌年7月末まで、大分県南山部郡佐伯町の鶴谷学館で、英語と数学の教師をしていた。その時弟の修二と共に下宿していたのが、鶴谷学館の館長をしていた、坂本永年の屋敷であり、国木田独歩館はその屋敷を改修して2003年に開館した。建物はもともと、1839年に豊後国際機藩の第11代藩主毛利皇太が、女島沖の巣に築造した別荘、御浜御殿を1870年に現在地に移築したもので、藩の重臣の家系であった坂本家の住居として、長らく使用されていたものである。なお、展示は、母屋と土蔵に分かれており、それぞれ1階と2階を見学できる。母屋2階は、当時独歩と弟が下宿した部屋となっている。文豪、ストレイドッグスとのコラボ企画が行われ、スタンプラリーやパネル展示、オリジナルグッズの販売などが行われた。他に、城下町佐伯ひなめぐりイベントの一環として、毎年、城下町佐伯ひな祭りを開催している。ありがとうございます。